こんにちは、カリーマンです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ここにちょっと並べてますけど、無印のバターチキンカレーがまたさらに新しくなって、6世代目が出たんですね。で、それをまあ記念してか何かわからないんですけど、初代からね、こう一斉にこう売り始めた時があってですね、その時に一応一通りね、こう買い揃えておいたんですよ。で、僕もその進化の過程でどう変わっていったのかを知りたかったんで、食べてみようかなと思ってました。初代のバターチキンカレーから、食べていきたいと思います。ここに書いてあるのが、インドのバターチキンカレーを手本にカシューナッツとバターを使い、濃厚でまろやかな味に仕上げました。チキンの旨味とコクが生きていますと。2019年に発売されたものです。このような、パッケージとなっております。はい、じゃあね、まずこれから食べていきたいと思います。2009年時期っていうとちょっともうあんま記憶がないんですけどね。早速ちょっと食べたいと思うんですけど、結構ね、ドロッとしてます。とろみはね、結構あって、お肉が3つぐらい入ってますね。結構大きさは普通です。いただきます。バターチキンってそもそもこんな味なんかって思っちゃうわね。うまいうまいです。ゆっくり食べるとね、やっぱこういろんな味がこうわかるというか、程よい、まあ、酸味、甘さがね、こうじわっとこうきますけど、まろやかやな。カシューナッツか、クリーミーで濃厚って感じ。最初はこんなもんかと思って思うけども、徐々にこの味わいがね、浸透してくる。辛さがね、徐々にこう食べ終わる頃に徐々に辛さが、初代のままでもいいんじゃねみたいなそんな風にも思うぐらい美味しいです。2世代目、こちら食べていきたいと思います。北インドの定番カレーをお手本に、トマトの酸味と甘みを生かし仕上げました。バターのコクとまろやかな味が特徴ですと。それでは次行ってみましょう。第二世代はね、ちょっと色が赤いかな、ちょっと赤いかなってそんな感じがちょっとしてますけど、肉の大きさはね、まあ、まあ変わらないです。いただきます。匂いが全然違うな、なんか何の匂いこれ。これはもう確実にトマトが効いてますね。これはうまい、これはうまい、うまい、
うんまこうなるんだね。こうもうこの2個目にこう切り替わった時点で、うん、歴史を感じるな。うん、とろみも本当心地いい。うん、こう一口一口にこのね満足感が減らないというか、つどつど満足させてくれるといううまさがある。これはやっぱり比べてみないとわからないなっていうのは、もうすでに感じてますけど、さっきのなんか言葉を撤回してさせていただきたい感じです。いや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 、これはうまいですよ。どうなっていくんでしょうこの第2世代のバターチキンカレーは。もうちょっとねやっぱ違ってましたね。アップしてましたね味が。3代目のバターチキンカレー、食べてみたいと思います。トマトの旨味とバターのまろやかさを生かしました。インドのバターチキンカレーには欠かせないカスミメティを使っていますということで、2014年に発売されているんですけど、これ、この時点で、カスリメティが入ってまいりました、まあ、ちょうどカスリメティ流行ったぐらい、流行り始めた頃なのかな。お店とかでもねパラパラ上に乗り始めた時代なのかな、さらにね現地のバターチキンに近づけていってるみたいな感じなんでしょうかね、わー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 、めっちゃ美味しそうですやん。はい、肉はね、だいたいどれも同じぐらいの大きさで来ております。これいやーこれうまそうだわ。めっちゃ荒れた。うん、カスリメティの甘さがっていうのが食べた瞬間ちょっとよくわからない。あのトマトの酸味が結構きますね、まああの劇的な変化はもちろんないわけで、あでももう要はカスリメティようわからんなこれは。やっぱこのバターチキンであんまりにもクリーミーにさせすぎてるところが多すぎて、このやっぱまずはトマトの酸味とほのかな甘みっていうのはマストにしなきゃいけないところかと思ってるんですけどね。僕はそもそもそのスパイスをね揃えてない人にしてみれば、カスリメティの甘さがみたいな言われても、何のこっちゃって話だと思うんですけどね。トマトが割と強調された感があるかなっていうのと、バターチキンカレーでトマトの酸味が結構キュンとくる感じのがまあ好きですね。で薄くないシャバシャバではない、このちゃんとしたとろみでマイルドになってるっていうのが、まあいいかなと思ってるんで、まあでもカスリメティがよく分かんなかったな。まあ美味しかったんでその美味しさをこう引き出してるのかなっていうところで、次に行きたいと思います。ザッザーン、4代目ギーを使いまろやかに仕上げました。カスリメティの香り、トマトの旨味、カシューナッツのコクが効いた美味しさですと重ねてきますね、どんどんと。
カシューナッツ、生クリームで、トマト、カスリメティ、ギーと。実際でもあのギーとか使うんですよね。ギーっていうのはあの低脂バターみたいな、要はバターをずっとこう、まあ、煮込んでいってですね、でそしたらこう不純物がこう沸騰してこう出てくるんですけど、でそれが徐々に徐々に焦げてきて、塊になっていくんですけど、でその塊になったり泡になったりして出てきたものをですね、あのこして 99.何%、この純度がすごいこう高い不純物が取り除かれた、まあ、バターということで、水分もねあの飛んじゃって本当にオイルだけになることによってですね、腐りにくくなって、保存しやすくなるということで、まあ、インドとかではともそういうのを常温で保存して使ってるみたいな、まあ、それがね使われていると。はい、ちょっと話長くなりましたけど、4代目食べたいと思います。はい、この4代目はちょっとね香りがなんか違います、うん、で今回ねがっつり上からかけてみたんですけど、お肉なんかもまあまあでかいですよ、でかいですよじゃあいただきます。うん、うん、全然違うこれ。トマトの酸味が和らいだ感じですね。こう味に慣れてきたあたりぐらいからあのトマトの酸味を感じるようになるかな、後味感として。やっぱこうギーのまろやかな感じがこう影響してるんでしょうね。なんていうかな、ギーが入るとちょっとこのさっぱり感っていうところをあんまり感じなくなって、濃厚なというかコクというかそういう感じにの路線になるのかなっていう風な感想を持ちましたけどね。はい、ということで次のカレー行ってみましょう。はい、次はこちら、5代目バターチキンカレー。3種のトマトを使ってで酸味と甘みを引き立て、ギーとカシューナッツでまろやかに仕上げ、カスリメティの香りをが生きていますということで、今までのやつが結集した形になってます。全部入りっていう感じ。3種類のトマトを使ってまあこう深みは出してるのかもしれないんですけど、うわ肉がゴロゴロと入ってます。なんかちょっと今までよりも一回り大きいような気がします。カレーソースが赤いです。ザザーン、いただきます。うん、これはもう4代目までのバターチキンカレーと全くこの違うものが出来上がっております。これは肉の厚みとかまずそこは違いますね、全然。そしてこの何よりも3種類のトマトを使ったっていうだけあって、もうとんとトマトのこの甘酸っぱさっていうかね、そういう濃厚さがかなり極まってます、これは。うん、これ多分あの無印のバターチキンの中で最高クラスなのかな。初代食べてこれ食べたの5代目
食べたらもう確実味違うのはもう分かります。これはこれはうまい。トマト感が半端ない。嫌な酸っぱさじゃないっていうところがね、この加減がすごい。裏方でねこうキュンと出てくるものを押さえつける部分としてこうギーがあったりとかカスリメティの香りがあったりとかしてるんでしょうけど、なんかカシューナッツの使い方が上手になったというか、なんかこう表に出てないところが僕としてはすごい好みだなと。いろんなレトルトカレーがあって何々店が監修したみたいなのとかのバターチキンとか食べたりすると、ほんと生クリームっぽいっていうかクリームっぽいものとカシューナッツというか、まあ、そういう方向性に行ってるものの方が多い中ですね、やっぱトマトをねこう軸にやっぱ仕上げてきたっていうのはこれはもうこれも正解だと僕は思います。といっても僕は別に本場でバターチキン食べたわけじゃないんですけどね、トマトとかカスリメティとかね、ニンニクとか生姜とかがそういうのがベースになるっていうのが、まあ、基本かなってちょっと思ってるんで、トマトを置いといてその生クリームとかカシューナッツとか、まあ、そういったのでねこう作り上げるとちょっとね気持ち悪いものになったりするんですけど、5代目のやつは本当今の段階ではもう一番無印のバターチキンカレーのこう歴史の中では一番最高傑作なんじゃないかなと思いました。まあ、今年ね春に出たこのこちら6代目バターチキンカレー、この6代目のバターチキンカレーが5代目のバターチキンカレーの味を超えることができるでしょうか。味を改良しましたとか書いてあって見直しましたか。ギーとカシューナッツでまろやかに仕上げました。ビッグカルダモンとカスミメディの香りがトマトの程よい酸味をうまみを引き立てていますということで、ビッグカルダモン登場ということで、これを入れると、まあ、表現で言えばエキゾチックなこう香りというか風味というか、まあ、そういったものが加わる、また違った奥行きができるというか、まあ、そういうふうな感じだと僕は思ってるんですけど、まあ、ビッグカルダモンはねちょっと入れすぎるとなんかこうセイロガンじゃないけどそれっぽい感じになるというか、まあ、どっちかというとクローブ寄りのジャンルなんじゃないかなっていうふうに僕はこう捉えてるんですけど、早速食べてまいりましょう。これも赤いです。めっちゃ赤いです。これいい感じの赤みです。肉の大きさもまあ5代目と変わらない感じですね。この厚みが出てきたというか、あビッグカルダモンの香りが入ってるわ。これちょっとね落ち着いた味になる。5代目はそのトマトの酸味とかが結構前にこう出てくる感じなんですけど、まあそこがねいい感じに抑えられているか、だからね、もしかしたらカシューナッツとかも配分変わってんだろうな。ちょっとそういうナッツ系のマイルドさがなんかプラスされてるかもしれない。であとやっぱ酸味がねやっぱ後に引きますねこれは、一口目がビッグカルダモンを少し感じるかなっていう、エキゾチックになったって感じ。ビッグカルダモンが入るとちょっとね薬膳カレーっぽい印象になってくるんですよ食べた時の。でそこまでそういう印象ないんですけど、ほんのもうほんと口に入れた一発目だけそれ感じるかな。若干ねこれで無印のバターチキンカレー初代から
今年発売された6代目まで全部食べてみました。これで、ね、やられた方はいっぱいいると思うんですけど、いや僕の感想なんですけどね、やっぱ改めてこの何改良したポイントとかが確実に分かりましたね。その初代から2代目、2代目から3代目ってなるにつれてですね、やっぱこうなんていうかな、本格的になってるというか、スパイスの使い方とか、それこそトマトとかいう素材の使い方がすごくこういい調整されてきたなっていうふうに思ってます。はい、この無印の初代から6代目までのバターチキンカレーでどれが一番僕は好きかというと、はい、こちら5代目バターチキンカレーです。いやね、6代目だろうそこはって思うかもしれないんですけど、まあね、あのトマトのねやっぱパンチっていうのは、嫌な人は嫌なんでしょうね。あのトマト効かせすぎだろうがみたいな言う人はいるかもしれないですけど、僕はあのぐらいのトマト感がバシッときた方が、好きかなと思います。はい、皆さんどのように感じておられるでしょうか。発売される前ぐらいに、初代から5代目までが、まあ、店頭に並んだわけなんですけど、でキャンペーンみたいなのもされてたわけなんですけど、まあ、その時にもう僕は5代目までを先に購入してて、で6代目が出た時に6代目を買って、そっからまた2ヶ月ぐらい寝かせての、撮影してるわけなんですけど、もうだから結構こう一通りで食べられたり、もう当たり前のようにこの 6代目のバターチキンカレーを食べてるかなというふうに思うんですけど、皆さんどれがお好きだったでしょうか。もし何か感想があったらコメント欄の方によろしくお願いします。今回の動画が参考になったよかったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネルではスパイスカレーやレトルトカレーやカレー商品を紹介しております。たまにカメラとかドローンとか、僕の好きなものなんかを紹介したりもするので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今2000人をこう目指して頑張ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。